マジロリセブン、イエーイ。さあ、ということでやってきてしまいました。この YouTube チャンネルで一番伸びる、そして一番、見て実際にお店に来てくれるというこの企画、マジロリセブンでございます。今回もですね、ギリギリの質問を、ゲストのお二人に答えていただきたいと思います。今回のゲストはライクアドールから素敵なお二人に来ていただきました。では自己紹介をもーちゃんからお願いいたします。はい、ライクアドール所属、影の中から来ましたモルです。ライクアドール所属、ひまわり畑から来ましたひまりです。おー、 ありがとうございます。レギュラーメンバーも自己紹介をお願いいたします。わかちゃんから。わかです。ハムです。レトです。早い、元気。ほんとこの企画好きよね。はい、はい、せーの、いいぞ。はい、じゃあ早速ね。おわ、もう早い早いで今日。はい、じゃあハムからいこうか。はい、はい、はい、待って何で始まって何で終わるか覚えてますか、いつも。あ、もうそっから始めたい感じなんですね。そっか。はい、それでは質問のある人どうぞ。はい、はい、じゃあ若ちゃん。はい、パンツの色。はい、もうさ、とりあえず聞こうみたいな感じね。はい、パンツの色で始まるのがマジロリセブンなんで。パンツの色からだったっけ。そっかじゃあそれで、まあ、お答えいただきます。なんか俺が気まずい悪いけど、あのハムから聞いてもらっていい？俺前だけ見てるわ。モルちゃんからいいですか、今日のパンツの色教えてください。黒です。おー、黒しか持ってない。え、黒しか持ってない。それはちょっとすごい攻めてますね。じゃあひまりちゃんは今日は何色ですか。白です。白だと思ってた。そう、白かなーみたいな。これ聞くんですけど、ちゃんとね、みんな想像してますから。おじさん、ハムおじさんやばいね、ほんとに。じゃあ次の質問いってみましょうか。はい、次の質問。はい、はい、どっち行こうか。じゃあハムいく。はい、じゃじゃん。好きな異性のタイプ。あ、これ本当に大事。もうこれは本当にお願いします。ひまりちゃんからいいですか。好きな異性のタイプは、身長が高い人が。おお、まあでもほら、高いどのぐらいがいいですかね。175とか。ああ、じゃあまあまあ高めがいいですね。色は、色は白い方がいい。あ、死んじゃった。いや、死んじゃった。生まれ変わって出ろ。ちなみにね、はいはい、先はちなみに先に選ぶものそれ。国籍は気にしない。あ、気にしないの。めっちゃ生き返った。はいはいはい。じゃあモルちゃんは好きな異性のタイプはどんな感じですか。一番好きなのは本郷奏多さん。いやー、あんの見た目も中身も好きです。どういうとこがいいの。二人でちょっと語り合って。好きですか。中学生の時にさ、カンカンの筆箱にみんなさ、雑誌の切り抜きとかさ、磁石で貼ってたじゃん。ずっと本郷奏多くん貼ってたの。え、筆箱に。本当ですか。あんまいなくないですか、本郷。いない。のりちゃんと逆で、身長はどちらかというと低め。低めのがいいんだ。じゃあまあ160センチ台とか。自分より高ければよくて、170台で収まってる。じゃあ次の質問いきますか。はい、はい、じゃあレトちゃんお願いします。フェチありますか。フェチありますか。じゃあモルちゃん何フェチですか。本郷奏多さんに暴言を吐かれたい。なんか見下されて嘲笑われたくないですか。ないですか。どうですか。どうですか。いやー、言葉ちょっと冷めちゃうんだよね。あ、いやでも本気で嫌われてるのは嫌だけど、そのなんか好き言えにやってほしいんだよね。自分がこう傷ついたりとか楽しんでくれてるのはそれがいいんだよね。あ、いいと思います。はい、はい、じゃあ次はハムちゃんどうぞ。はい、はい、今までに付き合った人数教えてください。はい、じゃあモルちゃんからいきましょう。何人付き合いました。3人です。少な少ない。長い。あ、長いんだ。1年半。もう飽きない。飽きないです。なんか道を歩い
て、うんうん、道を歩いて、うん、私は楽しかったです。え、めっちゃ好きじゃん。めっちゃ好きじゃん。ひまりちゃんは何人ですか、全部で。3人です。え、1年2ヶ月、うん、5ヶ月。あ、じゃあ1年がマックスだったんだ。そうです。で、ね、はい、2ヶ月の人ってどうしたらそうなっちゃう。2ヶ月の年上の方だったんですけど、涙もろくて、最初はもうなんか全然気にならなかったんですよ。優しい人じゃない、うんうん、いいじゃんいいじゃん、だったんですけど、うん、だんだん何でも泣くようになっちゃって、例えばあの1回1回のバイバイで泣いちゃう、遠距離とかでもなく、明日会えるのに、みたいな感じ。泣いちゃって、どうするの、それでも、もう帰らなきゃなのか、バイバイなのか、慰めてから、こう泣き止むのを待ってから帰るの。分かる、あの、バイバイするときに泣いちゃうわけじゃん。だから、まあ、慰めるじゃん。でも、絶対帰るわけじゃん。もう一回出ようとしたら、また泣いちゃう。一生それやると思って。泣いちゃう人の話深掘りたいんだけどさ、2ヶ月だからネタがなさすぎて、何したらどこまで泣かないで、どこまでが泣くのか知りたいよね。どっからが泣くのか知りたいですね。あと何メートル離れたら泣いちゃうか最後それさ、じゃあ別れようって言った時ってどうなるの。大、はい、泣きですね。ギャン泣きだったんですけど。ギャン泣きだったんだ、やっぱり。どこでどこで、どこ、公園とか。いや、駅の前よりによって人が多めるところでやったんだね。C の人数ってことですね。はい、はい、ひまりちゃん何人ですか。3人。おー、モルちゃん、モルちゃん何人。2人。あ、ひまりちゃんちょっとこれやこうかな、もういろいろ聞かないといけない。1年2ヶ月5ヶ月の人全員ってことですか。全員。あ、そうするとお付き合いしてないのにっていう方いらっしゃいますね。やめなさい。どうしてそうなったの。どうしてだろう、流れです。1回だけ、うん、はい、好きだった気持ちはあった。好きだった気持ちはありました。うん、ありました、ありました、はい、そういうこともあるよね。はい、じゃあ続いてはレトちゃん。はい、人生で失敗したなって思うことはありますか。これ一番失敗したなと思ったことね。またひばりちゃんからお願いします。この間、うん、ちょっと友達とはしゃぎすぎて発狂しました。結構ハードね。え、あの、何をやってた。はしゃぐにもいろいろあるじゃん。あの、踊ってました。前田の話なんですけど、なんだろう、ほんと高ぶりすぎてよく分かんなくて、自分でも。でも冷めました、脱臼して。そのまま一回寝たんですよ。寝た。だって手が上がらないでしょ、全然。ブランブランで寝たんだ。次の日病院行って浴びてもらいました。うわー、ボルちゃんは失敗はどんなの。はい、彼と一緒に泊まった時、もう泊まった時の失敗。私がなんか服着てない時の写真を撮られて、面白いなって思って、彼氏の携帯から、いる時、彼氏がその時にいて、私が自分のに送ろうとして、あ、送信しようとして、送ろうとして、その元彼のお母さんに送って。うわー、それはやばい。死にたくなりました。いや、死にたくなるよね、それは。しかもそれ見ちゃったの。あ、なんか記憶ついて、あの、怒ってるスカッと。ちなみに本当申し訳ない、これ聞きたいんだけど、写真撮ったわけでしょ、1枚送ったんだよね。ポーズってどんなポーズしてるの。それだけ教えてない。それによって、例えばよ、背後です。背後か、前を写ってない。あ、後ろ、こういう感じ。そう、それよくやってたの、それは。あれ、写真撮ったの、その時。あ、その時、そう。じゃあ最後の質問いきますか。はい、じゃあ、お願いします。はい、はい、じゃあ、ハムお願いします。はい、じゃん、何カットですか。出ました。まずこれ、NG か NG じゃないから大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですね。はい、じゃあ、モルちゃんからお願いいたします。何カップですか。はい、A カップです。もう、全員でこっちを見る流れが。意外と私、その着替えてる時見てるんですけど。あ、見てるんだ。それで、大体こう、なんか、あの子はこんぐらいだみたいな。やってるのね、そういうね。そうなるんですけど、
私の森を私の森を甘く見ないで。それでは最後にひまりちゃんお願いいたします。B カップです。じゃあこんな感じで今日ギリギリ戦、なんと NG 質問もないということで、どうでした、このコーナー呼ばれてみて。元カレが YouTube やりたいって言ってたんですよ、うん、だから先に出てやる勝ちました。勝ちましたね。じゃあ3人はどうでした、この2人呼んで半分は B って感じでした。美しい。あ、美しい。あ、美しい。あ、無理して漢字一文字で頑張ろうとかやらないです。じゃあ今回は、はい、優勝はレトちゃんで決まりたいことで。すごい、確かに裸のね。そんな話が出てくるとは。いや、それはちょっとね、想像してなかった。ここまで結構平和にしてたのに、急にドーンっていったから、ね。あ、そんなみたいな。なんだみたいなね。この動画がいいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。せーの。バイバーイ。